秩父市は理化学研究所の研究の成果を活かして、地元企業の課題解決を目指すプロジェクトをスタートします。今日、市役所でプロジェクトの発足式が開かれました。今日の発足式には、秩父市の北堀敦市,市長や理化学研究所の研究員など、およそ20人が出席しました。県内の自治体が理化学研究所と連携するのは初めてです。 秩父市では他の自治体と同じく地元の企業が工場から出る二酸化炭素排出量のさらなる削減などの課題を抱えています市は理化学研究所の研究の成果が企業の課題解決につながることを期待していますまた研究者が主催する研究会に市内の企業が加わるための補助金制度を作り参加を促します